こんにちは。今日は5月の23日。ここは山口県美祢市秋吉堂の中です。今奥にね、すごい上からバーッと落ちてきているような滝のような構造物がありますが、一本前の動画でもご紹介しました。この秋吉堂洞窟自体の紹介はここではしませんけれど、これは石灰岩がですね、この中でもともと南の海でサンゴ礁だったものが大陸移動して日本列島の位置までやってきまして、そのサンゴ礁に酸性の二酸化炭素などを含んだ水分が染み込み、長い時間をかけて酸性とアルカリ性の中和作用によってその岩が溶けていき、溶けたその洞窟の中というわけですが、一方でその溶けた洞窟の上の部分、雨水が染み込み始めた地上の部分ももちろんこの上にはあります。その上に秋吉台という名所が作られています。作られているというか、そこもまた秋吉台も名所になっています。秋吉台も秋吉堂も両方とも山口県を代表する素晴らしい名所ですが、全然見た目は違います。別に外はね、原っぱ草原なわけですから、もう全然違いますよね。違うんですけれど、しかしそれらは密接に関係をしていて、そしてまた片方を見ようと思えばもう片方も非常に手軽に見ることができる素晴らしい、こんなに便利な場所はない、いい観光地ですんで、これね、両方ともおーっと、ちょ100均のね、自撮り棒つけてますんで、カメラまたぶっ壊したら危ないから、ね、気をつけないとね。で、これで私は今ここまでどうやって来たかっていうと、美祢線の美祢駅とか新幹線の新山口駅とかから、バスでここまで来るんですけれど、でそれで秋吉堂の見学を普通にします。でそうすると秋吉堂の見学コースの終わりぐらいのところにエレベーターがあります。そのエレベーターに乗って、地上の方へ向かうと、もうそこは秋吉台と こんな便利なことはないけど、それだってそうですよね。上と下でつながってて、それで2つの観光名所ってわけですからね。なんか混んでる時もあるみたいですけど、一応ご注意ください。エレベーターの出口はこういったところですが、逆に秋吉台を先に見学して、ここから切符を買って降りていって、そして洞窟を逆走するような形で向かうということもできます。それはお好みです。サンゴ礁が長い時間をかけてこの山口県に移動してきたと。そしてそれが地上に上がりました。でサンゴ礁は雨に弱く、だんだん溶けています。イメージとしてはですね、カルスト台地っていうところに今から行くわけですけれど、巨大 な、なんか飴だと思っておいてください。で、その飴を私がベロ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 とこう上から舐めるわけですね。そうすると飴は溶けるわけですけど、私もこう舐めるということが秋吉台に雨が降るということになるわけですけれど、雨が降るともう大体 の、あのこう石灰岩はこう消えて溶けてなくなってしまうわけです。で、溶けないものがそこに残ったりとかですね、それから、あとその石灰岩のまだ一部だけがこう上の方へ出てきて、独特の光景をそこに出てくるわけです。で、ここにもすでに見てますけど、こういう感じね、このこうゴツゴツゴツとしたこういう岩がこうあちこちあるんですけど、これがの秋吉台の特徴です。上がってきましたけどね、これはなかなかすごいな。前にも一度来たことはあるんですが、前に来たのは3月で全く草も生えていませんでしたが、これが展望台です。もっとすごい景色が見られるはずです。一人に目をそらしながら見に来ましたけど、確かに3月より今の時期に来る方がはるかにいいわ。これが日本最大のカルスト台地、秋吉台です。でカルスト台地っていうのは他には私は日本にあるのではね、愛媛県 の石槌山にあるものしか知らないんですけれど、大体同じような光景、全て成り立ちは同じですから、もちろん石灰岩の、体積というか石灰岩が浸食されて削られていったことによって現れる地形ですね。他にはね、秩父に武甲山っていうのがありまして、秩父鉄道で貨物列車が走ってますみたいな話とかこの間したと思うんですけど、その秩父の武甲山もまた、カルストと同じような作りでね、それで生まれたそうですが、秩父といえば石灰の産地で、秩父鉄道の貨物列車を云々と話したのも石灰岩の産地であるからこその話でした。つまりやっぱり石灰と密接な関係があるということがそこにも示されているわけです。よく見てみれば、ああいうところにね、歩けるように細い道が作られています。あそこの奥の方まで行くのは結構大変だと思いますので、実際にそこまで踏み込む人もそんなにはいないようですが、やっぱりここまで来たら歩いてった方がいいんじゃないですかね。また自動車でのドライブ、路線バスも運行されているはずで、あのような通っていく道もあります。ありがたいことに、ね、分かりやすいお手軽遊歩道がありまして、所要30分と書いてありますが、1500m の秋吉台自然探求路、これですね。これがいいな。すごいですね。この素晴らしい景色ですよ。でこれだけでもすごいのに、この地下にはね、また素晴らしい鍾乳洞が広がってるって言うんですよ。ふざけてんのかと思うんですけど、これでまた意外とアクセスも良くてですね、山陽新幹線の新山口駅からバスで、40分ぐらいで直接来ることができます。ちなみにさっきね、3月ぐらいに来た時は全然なんか面白くないみたいな感じのニュアンスで言っちゃったかもしれませんが、そんなことはないですよ。3月の時はそれはそれでね、いい景色でした。全部枯れ草でしたけれど、一面黄色と、その中にポツンとこう、ところどころに浮かぶこの石灰岩、
これがまたその時もいい味を出してましたね。ただ5月の新緑はさらにそれに勝るように思います。青葉が眩しいです。これあのこんな風に大草原になってんのはなんか理由があるのかなと。こういう大きな木が生えてない理由は一体何なんだろうかと思ったんですけれど、これはあの単純に野焼きを毎年毎年やって、それでこの景観を維持しているんだそうです。すごいですね。これ全部野焼きするって相当手間なんじゃないのかなと思うんですが、はあ、まあ、もちろん野焼きによってこの景観が維持されていることには感謝するべきなんですが、しかしそもそもこの素晴らしい景観はなぜ生まれたのかといえば、やはりそれは石灰です。ここにこう石灰のね、サンゴ礁がこうたまたま移動してきて、うまいことこう雨が降ってですね、うまいこと崩れる、まあ石灰が移動してくればあとは崩れるんでしょうけれど、そして、この地下の秋吉堂と、それからこの秋吉台、そしてまた、峰の町を賑わせている宇部興産の巨大な工場がまた創業しているわけでして、まさに峰は石灰の町だってことよくわかりますね。ちなみに峰はあのこういった理由からアンモナイトなど化石もたくさん出るそうです。いや素晴らしい、見渡す限りの大草原に浮かぶ白い岩、多分野焼きとかしないとああいう風になるんでしょうね。さっき普通にここの展望台上がってくる時だって、途中でこの白い岩たくさんあったんですが、木にうずもれてましたからね。毎年の保全作業本当に感謝します。ちょっと景色良くてね、体力もまだ持つんですけど、何分暑いもんで、もう日差しを遮るものが何もありません。荷物を増やしたくないから飲み物も置いてきてしまったんですが、このままだと干からびてしまうかもしれないということで、そしてまた一度秋吉堂のところから今ね違うエレベーターで上がってきましたけど、もう一回秋吉堂の中に入場券を見せれば入ることもできます。地上から行くと日の光浴びて暑いですから、ちょっとこれはねもう一回中を涼みながら、別にもう一度見物する必要はないけれど通っていった方がいいかもしれません。修学旅行か何か遠足か分かりませんけどね、小学生の子たちがいっぱいみんなでね5分前行動でうんぬんとか先生に言われてるの見ました。ああいうの私本当嫌いなんですよね。まず5分前行動っていうのも嫌いだし、団体旅行っていうのも好きじゃない。まあ団体で行くのは別にいいんですけど、修学旅行の何が嫌いかっていうと、別に行きたくもない人と行きたくもない場所に旅行し、かつ自分の行きたいところには行けず、しかもそういう連中は大してね観光なんてことやったことはないですから、その場所をね名所を見るということなんか、まあ私の基準で言えばやっぱりそこがどういう場所であるのか、成り立ちとか経緯とかしっかり説明看板とか読むっていうのが、これは私にとってのね常識なんですけど、そういう連中はそんなもの読みはしませんのでね、そんなやつだと旅行行ってもねただ不愉快なだけですから、それで金まで徴収されて行かないと非国民だとか、まあそれはね別に教育の一環でやってるわけでして、まあ、世の中の大半がそんな連中なんだっていうことをね学ぶ大変いい機会でしたけれど、修学旅行なんてあんなのねもう全然面白いと思わなかったね。今でももうやっぱりね当時からね修学旅行の感想とか書かされて文句ばっかり書いて、もう紙一枚全部文句でしたけれど、今でもその感想は別に間違ってなかったと思いますね。大体5分前行動っていう言葉もまた嫌いなんですよ。まあ確かに団体旅行するときはね早めに行くべきなんですよ。私だってそうです。ツアー旅行とかこの間もね長野とか行きましたけど、やっぱ集合時間より早めに行って、もうなんかちょっとあったら結構遅れたら悪いから早く行くもんですよ。それはそうするんですけど、5分前行動っていう言葉をこう徹底させることによって、ね、なんか5分前に行くことが全てにおいて正しいみたいな、そういう風に勘違いする人がどんどん増えてしまうんじゃないかと思うんですよね。早く行きゃいいと思ってる人いるんだけどね、そうじゃジャストインタイムというトヨタのね、まあ、こんなトヨタがお前何勘違いしてんだって言われるかもしれないですけど、時間通りに、その場所に行くというのが、まあ、私は一番効率のいいことだと思ってますけどね。遅れたら確かにね不都合が起こりますよ。でも早く行ったら時間無駄じゃないですか。だからそうじゃ早く行くということも遅れるのと、まあ、私は同等ぐらいに問題だというふうに思ってますけどね。それでは明かりが差してきて出口です。透明だけれども青く濁った水、なんとなんかそれ矛盾してますけどね、そこにこんな風に魚が泳いでいます。食べるものあるんですかね、虫とかを食べてるのかな。はい、綺麗なところに住んでますね。綺麗すぎるのも住みにくいって言いますけど、よし。そして宣言通り出発1分前にですね、ジャストインタイムですけど、これからバスに乗ります。これ新山口駅まで40分、乗るのは私だけかな。このバスに新山口まで乗って、これでこの動画は終わりです。今日はもう疲れましたね。朝早く起きてね、6時半ぐらいに起きた、まあ早い方じゃないのかもしれませんけど、昨日の夜寝るのも遅かったですからね。それで、ずっと朝から、立ち続けて、洞窟の中でもあちこち行って、上もぐるぐる歩き回りましたので足はクタクタですが、この後はお楽しみの温泉です。倉吉ハワイ温泉に向かいます。
ちなみに秋吉道、秋吉台の観光される方のために言っておきますけど、秋吉ってバス停ありますが、それは秋吉台、秋吉道のアクセスのバス停ではなく、ただ単にその町に近いというだけですのでね、よろしくお願いします。あれ JR バスだ。